宮崎大学マンスリートピックス。5月から6月にかけて農学部キバナフィールドにおいて園児向けのジャガイモ収穫体験を実施し、24園総勢741名の園児と先生方にご参加いただきました。園児たちは夢中になってジャガイモを掘り起こしていました。6月5日いちご宮崎新富サッカー場で宮大サッカー部とテゲバジャーロ宮崎が公開トレーニングマッチを開催しました。学生たちは宮崎の地でプロの精神や技術を肌で感じることができ、試合を通して多くのことを学びました。6月11日工学部と佐土原高校は連携協定の締結式を行いました。これは校大連携をさらに充実させ、理工系人材の県内定着につなげることを目的としています。鈴木義弘工学部長は本学の魅力をしっかり伝え、優秀な人材を県内に残すことにつなげていきたいと抱負を語りました。6月24日看護部において協定校であるプリンスオブソンクラ大学の看護学部修士課程の学生10名と教員1名が来学し、マネジメントについて学びました。さらに日本文化を知ってもらおうと宮大茶道部による茶道体験も行いました。